これはゆるっと着付けはシャキッと着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はお気に入りのボーダーの帯で帯結び解説をいきますよ。それではいっちゃうよ。実は手が上で締めています。特に手が上のこう帯結びをしようというわけではないんですが、手も長く柄のないところが長いですし、このボーダーは切り上がってしまうのが心配なので、手が上の方が切り上がりが少ないかなというちょっと検証も兼ねて、手を上にした帯結びにしています。手を上にするけれども、下から上に上げたいので、このまま下に下ろしておきましょう。そして垂れ元を一回しっかり開いて、今回はここにちょっと可愛らしい大きめ文庫を作るとして、そして残ったものを背中に預けます。背中に預けて左右に振り分けて、ここでちょっと大きめの文庫ができるといいなぐらいにしておきます。で、この時ボーダーなので細かいひだにしないで大きめのひだにしようかなと思っているので、上に折り上げて向こう側拾っておきます。そしてこちら側もできるだけ拾います。こうした時にここを整えてあげれるといいかもしれません。こうやって2分の1に近い形にお嬢様の左側のお背中にはしておきましょう。そして真ん中辺を持ち、帯幅の真ん中辺を持ち、広げてこんな風にしています。これをしっかりガシッと上から持ち、かけます。かけたらその延長線上、向こう側も帯つけます。延長線上で手前も折ってつけます。そしてこの部分もできればこうして2枚一緒にしましょう。鼓のやり方ではないということですよ。こうしてします。そして裏側もできるだけつけてあげて、全部一緒にできるといいと思います。これ、長さがあればの話です。長さがなかったら、鼓のやり方ももちろん OK ですよ。こうしてバッテン留めをして、根元近くにバッテン留めのゴムがかかるようにします。そして真ん中に一つ溝があって、山がある。こういうひだを左右に作ってあげれるようにします。全部右と左が同じようにつながるように、一番最初にここで処理しておけると、後からの仕事は楽だと思います。真ん中でバッテン止めがかかるように工夫をしましょう。こうして右と左羽を作ってみてください。こんな風になりますよ。そうしたらこれ残っているのをちっちゃい蝶々にします。一つ追いひだで構わないんですが、手前にある三重仮紐をくぐらせてください。そうするとフラットな羽になるので、ここで折ってリボンを作ります。こんな風にして、もちろん裏側の一緒に
掴めたら掴んであげて作っておきましょう。こんな風にちっちゃめリボン、ひだを作ってあげとくっていうことです。そこに今日は薄っぺちい枕を使っています。全部上に上げてバッテン止めの下、結び目を開いて、そこに枕をしっかりお背中ぴったりフィット、ぴったりフィットさせて、枕は閉めたら奥に沈めますよ。胸高のところに枕の紐がないように、早い段階で枕は下に沈めてあげてください。お嬢様も枕をした時にえっ？って思うけど、その後お楽になるとほっとしますからね。で、帯揚げをかけましょう。ここは文庫がこうして垂れ下がる文庫ができるというわけです。で、このリボンはこんな風に同じひらで取ってあげとくといいですね。こんな風になっています。もうこの段階で可愛いですが、この三重仮紐をうまいこと隠すべく、ボーダーの特徴を生かして直線的なひだ、直線的なひだを取り、輪を右にしたら裏が出て、輪を左にしたらこちら側にしたいときは表が出るという、それもちょっと裏と表使おうかなって思って考えてあげるといいと思います。どっちでも別に大丈夫ですよ。じゃあ今回は裏見せてみましょうか。インスタでは表を見ててるかもしれないんで、このまま輪を右にしてここに入れて斜めにすると紐が隠れやすいです。こうして広げてあげてください。ここに見えてる三重仮紐、上に重ねてあげれるといいです。で、この部分を少しずらして広げてあげます。そしてせっかくここに裏を見せたので、ここにも裏があってもいいかなって思ってあげると裏も綺麗に出てくるかもしれないですよね。そして羽を右と左起こしてあげて、こういうところの裏もちょっと上手に使いましょうか。そして帯締めです。太鼓はあんまり大きくなりすぎないようにした方がいいので、いらない手の柄のないところは帯の胴の中にしまって、ちょっといい塩梅ぐらいの巾着状態に丸くして帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫ですよ。しっかり締めていきましょう。こんな風になりました。形付けいきますよ。まず文庫なので、文庫の羽の配置を考えてあげましょう。この配置だったらスタンダードな文庫の形でもいいですし、羽が小さめだったら横に広げてあげるのもありだと思います。これあまり大きいと腕よりも外に出てしまうと
お嬢様とても崩しやすくなるので、そういうところを注意して、そういう場合は垂れ下げるような形に作ってあげた方が得策です。左右の羽の長さですね、降りてくるところの左右の羽の長さをやっぱり同じようにしてあげる、これは大事ですね。左右対称でなければそこのところはバランスを見るべきだと思いますが、そうでなくて左右同じような分光を作った場合には、そこは大きなポイントになります。後からでももちろんいいので、ちゃんと合わせてあげる、これは大事です。ここに降りてきた時のこの長さの感じですね、これを同じにする。で、開き具合、右と左の開き具合も同じにする。できることなら分光の始まる場所が一緒であると理想的です。ただ上に羽が乗るのが左右対称に乗っていないと、押さえつけられているところは同じところから出にくい、左右が同じようでないと同じところから出にくい場合もあると思います。そういう時はこの下が揃う、それを意識してみましょう。そしてこの開き具合、この開き具合を同じにしてあげれるといいですね。広い面があるところは細かいシワや歪みがないように手アイロンをかけてきれいにしてあげます。どちらもそんな古風に手でアイロンをかけてあげるような気持ちです。もしここが揃わなかったとしても、中側を少し控えて表面に裏が出ないようにするのか、裏を少し使って見せるのか、そこも注意です。雫をきれいに作り、ひだは溝に手を入れてあげましょう。小さな羽の配置はお背中フィットです。溝に手を入れてあげるとお背中にはフィットしやすくなり、細かいたるみがないように指も丁寧に入れていってあげてください。今回はボーダーなので、切り上がりがなるべくないように処理したいと思いました。これは最後にいらない手の部分を胴にしまうときに少し注意が必要かもしれません。そしてこのようにお背中にぴったりフィットさせる、これも大事なポイントですね。どう？簡単でしょ？やってみて。おまけ、おまけの動画です。これ簡単に違う帯結びになっちゃう。この部分こういうのじゃなくて、例えばボーダーを直角に交わせようと思ったら、ここにこんな風にひらひら作ると違うボーダーの交わりが直角にできる。そこに最後にこれ、こんなんでもいいぞ。そうすると簡単に違う帯に見えちゃう。こうするとちょっと華やかな感じ。そしてボーダーを上手に使って同じ方向だけじゃない直角の交わりもできたね。ほら、こんなに簡単に2つの帯結びできちゃった。それじゃあね、みんなに元気注入してバイバイだよ。いくよ、元気注入、バイバーイ。